節移市民は、台湾の軍人、政治家、二級上昇、軍事情報局局長、国家安全局長を歴任、東園高校卒業、陸軍軍艦学校36期卒業、三軍大学陸軍指三学院64年半、戦争学院選権、半70年半、戦争学院規七76年半を卒業、法師部指機官、 空港旅旅長、空特部参謀長、陸軍249市市長を歴任。観光9号演習時、節医市民少将を率いる第249市団は仮想的、航軍を演じた。漁船を利用し、保全体制を厳格に厳守した仮想的、航軍の浸透攻撃は、現地憲兵と沿岸防衛部隊が解放軍の攻撃と錯覚するほど間に迫った。 ものだった。演習終了後も、仮想的、皇軍は、陣地占領行動を継続したため、現地憲兵部隊は交戦準備に入ったが、演習党細部の介入によりことなきを得た。1九9三年七月十五日、陸軍総部人事所長に任命。その後、平東の空港特戦司令部司令を四年以上、務め、馬蘇防衛司令、金門防衛司令を歴任した。 小三通の思考に満足していた、陳水編総統は、2001年8月8日、金門防衛指令の設医市民を、軍事情報局長に抜擢した。軍事情報局長在任時、前任者に引き続き、飲酒軍時代の情報作戦を全面的に中止した。2002年、退役直前に、交尾司令に任命され、二級上昇に昇進した。 2004年3月31日、国家安全局長に任命。2007年2月、総統府戦略顧問に任命。ありがとうございます。